はい、えー、それでは始めます。みなさんこんにちは、えー。2018年再チャレンジプラススーパー合格講座の全貌ということでお話をさせていただきます。えー、担当レックス専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。はい、えー、まあ、えー、講座の説明なんですけれども、えっ、ー、と皆さんお手元にこういった形のカラー、 カラーズリのもし、えー、パンフレットをお持ちでしたら、えー、お手元にちょっと置いてみてください。もしあのお持ちがない方はちょっと画面に出してみますので、まあ画面をご覧いただければオッケーであります。まあこんな感じのですね。はい、えー、宅見誌のカラーズリのパンフレットなんですけれども、まあ、こちらのですね、まあ十四ページになります。十四ページのところで。 えー、2018年再チャレンジ合格フルコースプラススーパー合格講座というページがあります。まあちょうど真ん中あたりのページですね。でこちらのまあ、えー、講座の説明をさせていただこうと思っております。あのまあこれですね、えー、再チャレンジという言葉があのねその読んで字のごとく、えー、まあ一度試験にうまくいかなくてで 再チャですからまああの講座名称どおりですね一度受験経験がある方がもう一回チャレンジする時に受ける講座ということで企画してあります。企画してあります。なのでまああのどうしてもですね講座を選んだりとか、えー、いろいろ考えたりするのがもし面倒くさいという方がいらっしゃいましたら、えー、自分は受験経験があるかどうかで考えてみていただければいいと思います。で受験経験経がある方でしたら な、まあ、なんとなく相手が分かってるわけですよねよくあのね「敵を知り己を知れば」とかいう言葉ことわざがあったりしますけれどもあの己のことはですね、まあ、なかなか分かりにくいかもしれませんけども敵もなかなかかか分りづらいですよねでも一編試験を受けてみればどういうものをどう,いうどういうところの問題をクリアすれば合格できるのかとかねそういったことはある程度敵が見えてきてますよね。 でえー、一度自分がまあ多かれ少なかれ勉強してで、えー、本試験にチャレンジしてでまあうまくいかなかったんでしょう何しろとにかく自分がどういうところが足りなかったかでそれで結果的にダメだったっていうまあ己が分かってますよねある程度はね。でそういう方はあの再チャレンジこの合格フルコースを是非検討してみてください。あのレックはですね もうちょっと、いろんな講座がありまして、まあ、この、これは10ページなんですけども。プレミアム合格フルコースっていう講座がありまして、これがメインの講座になってきます。え、レックの中心となる講座がこれです。で、特に、このレックの宅建の講座で、一番中心になる講座が。このスーパー合格講座という講座になります。このスーパー合格講座っていうのは、インプットといいまして。えー、まあ、あの。インプットっていうのは。 知識を入力する頭の中に知識を入力する、まあ、予備校の言葉なんですけれどもインプット講座の中心になってきますでその講座がほとんどレックの講座にはこのインプットのスーパー合格講座っていう講座がみんなついてるんですよね。で例えばパーフェクト合格フルコースで次のページの12ページのパーフェクト合格フルコースにもこのスーパー合格講座っていうのがついています。なので まあ主要な講座にはですね、このスーパー合格講座というのはついています。これですね。これは再チャレンジもスーパー合格講座がついています。なので、まあ、このスーパー合格講座が非常にレックの卓剣の講座では中心になる講座なんですけども、まあ、これに関しましては他の講師がちゃんと説明をしているかと思いますので、まあ、僕の方はですね、とりあえず、ここから先ですね。ここから先です。 えー、この再チャレンジ合格フルコースの説明を少し、えー、させてていただこうと思ってますで,ですねちょっと簡単なメモを作っておきたんですけれども、まあ、皆さんお手元にこれをお配りしているものじゃないので、まあ、画面をご覧頂ければいいんですけれども、えー、再チャレンジ合格フルコースの特徴なんですけどね、まあ、この特徴の部分ですね。えーっとまあ、週1回の 通学で完成させるスケジュールを組んでおります。これは通学クラ何、ねえー、て言うかなその週に2回とか3回とか、えー、予備校に来ていただくっていうのが、まあ、僕らはね本当は週に2回ぐらい来ていただきたいっていうのは本音のところはあるんですけどもさすがにですね仕事が終わってで疲れていてで毎週毎週ですねカー・モとかですね 月水とかですねそうやって毎週毎週週に二回もですねあの仕事が終わってから予備校に通ってくるというのはなかなかきついんだというふうに、まあ、結構声をいただくんですよねでその気持ちよくわかりまして、まあ、僕なんかもあの週に二回とか週に三回きついだろうなと思うんですねそこで、まあ、とりあえず週に一回でなんとか完成させるスケジュールを作りましたでだからといってあの全体の講義時間が短いわけではないんですよあの週一回 って言ってもですね。その1回が少し長いんですね。えっとレックの中心となる講座はほとんどが1コマ2時間半なんですよ。2.5時間ですね。で、再チャレンジの方は1コマが3時間になってきまして、えー、コマ数がコマ数を減らす。代わりにちょっとだけ長くなってます。あとはですね。 えー、自習時間というかなあの問題演習を、えー、していただく時間が結構ね、えー、予備校の講義って含まれてしまうんです,ですけどもなるべくなるべく問題演習はご自宅でやったりとかあるいは、えー、通勤とか通学とかの電車の中でちょっと問題演習だけやってその問題演習をやってきた状態で、えー、講義を受けていただくとか、まあ、そんなスタイルをなるべく取るようにしてます。なので うまくその時間をね節約してスケジュールのスケジュール組みをしているんですね。まあこれはただねいずれにしましても通学の方にはいいかもしれません。それから再チャレンジの方専用に開発したテキストとプログラムになってます。再チャレンジのまあ特にですね中心となる講座はハイレベル合格講座っていうんですけどもまあこういったテキストですね。 え、これはオリジナルのテキストになります。で、もうとにかく、えっと再チャレンジの方だけに作ったテキストです。もう全く今までのテキストとはガラッと書いてます。まあ、ガラッと変えててもですね。まあ、こういうね。よくありがちな。レックのあの、こういう表とかね。図とかまあ、こういったものが入っているところですね。ただ、例えば需要判例とかですね。まあ、こういった形でちょっと応用的な話が出てきたりはするんですね。 重要判例、あの判例で抑えておきたい。判例は一応テキストにのっけてで、まあ一言二言しかコメントはできないかもしれませんけども、もまあ、軽く解説はしていきます。それとかねまあ、レックによくありがちな。こういった表です。とか、えー、図です。とかまあ、そういったものは割と、えー、多くあったりします。で、特徴なんですけども、結構隙間を多くしてるんですね。こういうとこ隙間があったりしますね。こういう隙間のところで、あのレックのまあ、講師が、えー、書いた。 メモを写したりとかあるいは版、えー、書をね板書を写したりとか、まあ、そういったものをメモしていってで自分だけのテキストを作っていただくというそんな感じのイメージになりますはい、えー、それからまあ他にもですね他の講座でもオリジナルのテキストとかオリジナルの資料を使っていきます、まあ、それはみんなこの再チャレンジの特徴になっていきます、えー、それから まあ3つ目なんですけども、もまあ、初学者に近い方でもついてこられるように、このスーパー合格講座というものがま付いているわけですねえ。これ再チャレンジ合格フルコースは基本的にはこのスーパー合格講座というものがついています。あの、再チャレンジだけでですね。この。さっき僕が！カラー釣りのパンフレットでスーパー合格講座。 から先の、こっから先の話を、しますよって言いましたけども、この、こっから先だけを受講することも、まあ、おそらくできると思うんですね。ただ、その、場合はですね、このスーパー合格講座がついていませんので、本当にですね、基礎的な知識はちゃんと固まっている人、あるいは、ほぼ固まっている人でないと、なかなかついてくるのが難しいです。なので、本当にですね、去年、えー、い。 点足りなかったぐらいですかねそのくらいだったら問題ないと思うんですよでもですねなかなかねやっぱり基礎的な部分がしっかりしていなくてうまくいかなかった方が大部分なのでレックとしてはもうこのスーパー合格講座やっぱり受けてほしいと思ってますスーパー合格講座を受けてからハイレベルね、この再チャレンジの中心となる講座のハイレベルに来てほしいと思ってますはい。それからまあ、このスーパー合格講座というのは 基礎知識のインプット講座ですね、まあ、さっき話しましたけれどもインプットとアウトプットというふうにレックでは予備校のどこの予備校でも使ってるかもしれませんけれども知識を入力するのがインプットで問題演習の知識をアウトプットする問題演習のことをアウトプットと言ったり呼んだりするんですね。でレックのこのインプットの中心となる 基礎的な知識のインプット講講座座がスーパーパにななりますなのでスーパー合格講座を <laughs> 受講されてでその上で再チャレンジに移っていただくというのがやはり理想の形になります。はい、で <laughs> このハイレベル合格講座は難問対策の講座ではないんだということなんですけどね。はい、えー またちょっと前後しますけどもハイレベル合格講座はこの再チャレンジのこの講座の中でこの再チャレンジ合格フルコースの中の中心となる講座になりますハイレベルっていうのでなんとなく引いてしまう人がいるっていうかね難しいことをやるんじゃないかというふうになんとなくハードル高く感じてしまう人がいるかもしれないのでそこでちょっとコメントをしたいんですけども そういういいもんんじゃないんですね。難問対策難しいことをやるからハイレベル合格講座っていう名前を使ってるんじゃなくて名前は確かにハイレベルなんだけどもあくまでもこの基礎的的知識を完成させることが目的なんですね、えーまあこの。例えばですね、まあ、インプットがありましてインプットですね。 インプットがありまして、で、それぞれいろんなテーマがあります。いろんなテーマをインプットで、インプットする必要があります。科目ごとにいろんなテーマがあります。民法とかね、宅建業法とか、ねえー、法令上の制限とかでも、いろんな科目あったりしますねで。科目ごとに重要なテーマが全部決まってます,ますよね、えー。その、そのテーマをですね、えー、今度は勉強したらですね、 アウトプットしていくわけですね。知識を入力したらその入力した知識がちゃんと分かっているかどうかですねそれをアウトプットしながら確認していく作業になります。なのでこのアウトプットこれは主に過去問だと思ってください過去の問題集ですね。レックではこういったちょっとコンパクトなサイズの過去問集があります。 デルジュン達験紙ウォークモン過去問題集というね、まあこういった形の問題集があります。これにこれをアウトプットとして問題演習していくという流れが基本なんですね。で、その時ですね、その時にこのインプットの知識を終わったら次にアウトプットの練習をしていくんですが、これをですね。 あの結構バラバラにしてしまう人が多いんですねインプットが終わりましたで、まあ、講師の話を聞いてで知識基礎的な知識は一応何か分かった感じがするじゃあ問題やってみようで問題や,やったらできる問題もあるしできない問題もあるできない問題は解説を読んでああなるほどそういうことか分かったとか言ってですねで一応それで問題演習を終わりにするでまた何回もその問題演習を繰り返していく。 というふうにインプットが終わったら次アウトプットに移ってアウトプットを延々と繰り返していくという作業に集中される方が多いんですね。でそれはそれでも昔は受かったんですよ。何年ぐらい前ですかね、まあ、10年以上前やと思うんですけども、まあ、それでも結構受かったんですね。で今でもそれで受かる人はいっぱいいると思うんですよ。でもですねなかなかそれがうまくいかないんです。この インプットからアウトプットに移る時ですねそれからインプットの意識がこのこの知識が浅いんですね浅いので今一つしっかりとその理解できていないのでだから余計アウトプットに移った時にそのアウトプットのもん演習がうまくその自分の身につかないっていうのかな。 なので、まあ、二つのことを考えてまして、インプットをさらに深く、もう少し深くですね、固め直す。ここでぎっちりと固め直す。ですね。それが、このハイレベルの合格講座だと思っていただければいいと思います。えつまりえ、基礎知識を完成させたいわけですね。で、その基礎知識を完成させるためには、 問題演習と並行した方がいいんですよ問題演習をやりながら基礎知識を固め直すのがハイレベルの合格講座なんですねなのでこれをですねつなげていきます固めた知識とこのアウトプットの問題とこうねこ僕はよくここで問題とテキストのリンクという言葉をよく使ったりするんですけども、まあ、リンクをつける。 リンク付けしてくれなんて話をするんですけどもこの問題とインプットの知識ですねテキストの知識を相互につなげていくあこのこの知識はここの問題だよねって言うでねでこの知識はここのことを聞いてる問題でこの問題はここを聞いてるんだよねっていう感じですねで逆にアウトプットの方から問題演習の方から、えー、あここの話をしてるんだよねってううに相互にリンク付けしていく。 ということを非常に重要視しています。なので、このハイレベル合格講座の,テキストあのこの講座というものは、それがメインだと思っていただければいいと思います。さらに、さらにですね、え応用力を鍛える必要があります。応用力を鍛えるっていうのは問題演習をすることによって身につくものなんですね。ですけども、それがやっぱりうまくう実力に。 とついていかないっていうパターンの勉強に陥っている方が多くて、それでギリギリ受からないっていう方が毎年多いんですね。なので、これはまあいろんなあの理由があるかもしれませんけども、えー、テーマとテーマがつながってこないっていうのも一つの原因だと思います。なので、このテーマとテーマを今度は、えー、こういうふうにですね、つなげていくんですね。 一つのテーマを別々にこうやって勉強するんじゃなくて横に繋げていく感じですね。まあ、これは皆さんは講義を聞いていてもあのピンとこないと思います。あこういうふうに講師がそう言ってるのはこういうことなんだろうなっていうことはですね、多分気がつかないと思うんですね。でただですね、まあレックの講師は特にこの受験経験がある方に関しましてはなるべく横断的に ですね、こういった横断的に知識と知識をつなげようという形で、えー、講座の話を講義中にねそういった工夫をしていることが多いですで、まあ、もちろん僕もそうですねそんな形でうまく、えー、知識を固めようという,うに考えています。えー、このハイレベル合格講座が、まあ、中心とななる講座になります、はいでえー、このハイレベル合格講座の 話をしましまたけどもえあとはですねこの答弁とかね分野案これ答案練習会ですね分野別ベーシック答弁といいまして要は問題演習になります。ここの辺りりはは特に変わったことはありませんそれから15ページの方に行きまして今度は右側の方で、まあ、直前講座なんですけどね。 特にこの3つですね。過去問演習、過去問対策ナビゲート講座というものと、直前バックアップ総まとめ講座、それからラスト1週間の重要ポイント見直し講座。この3つがやはり、直前講座の中心になってきます。それ以外は、模試です。これは模擬試験ですね。この模試はみんな同じです。レックの卓券の講座はみんなこういった模試を受けるようになっています。ここは違いはありません。違うのは、中心となるのはここですね。 でこれもですね、みんなあの新しくオリジナルで一から作った専用の再チャレンジのの方専用のテキストと講座になります。なので、まあ、できれば予備校がわざわざ作って再チャレンジの方にはこういう講座が向いてるんじゃないかと思ってで一生懸命考えて作ったテキストと講座なのでスケジュールなので是非、まあ、ですね予備校の,その敷いてくれたレールに乗っかってしまうっていうかにはな まあ、お任せしまますすといいい感じが楽ちんでいいと思いますその方が素直にスーッと受かってくれると思いますんで、まあ、その辺は信頼していいいいただければいいと思います例えば、まあ、一例を申し上げますとこの過去問対策ナビゲート講座っていうのは要は過去問の解き方講座なんですね。で過去問の解き方講座ではあるんですけども例えばレックの中心となるこの過去問集っていうのはこれ本屋さんで売ってるようなこういった さっきも、ね、お見せしましたけども「デルジュン・タッケンシ・ウォークモン」っていうテキストなんですね。でも、まあ、も買えますすしあの講座でで使ってるわけですねで特にこの再チャレンジの方はこれはもう何度も何度も解いてるのが普通なんですよ。だからまあ目新しさはないわけですね。 で目新しさはないんだけどもやっぱり厳選された過去問だからこれを何度も何度もしっかりと繰り返してで自分のものにしていくのが合格の近道ででありまますそこだけどもだん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 です、ね、本試験が近づいてくるに従ってもう何度も何度も過去問を繰り返してますんでもうなんとなく答えが分かっちゃうという、まあ、悩みといいますか相談が結構多いんですよ。 一生懸命頑張っている人は、特にその傾向があるんですね。そうすると僕らが考えているのは、えー、過去問から離れてほしくないんだけども過去問過去問と全くこの、ね、ウォーク問と全く同じ問題だとモチベーションが続かないという人が多いのでそこで考えたのがですねこのテキストこのウォーク問に載っていない過去問ですね。 これから、これにわざ,わざわざ外している過去問の中にも解いた方がいい重要な過去問はあるにはありますそういったものをピックアップしてですね。それを素材に解き方を勉強していくわけですよ。だから皆さんは初めて解く問題なんですよね。いつもいつも何度も何度も解いたことがあるような問題をもう一回解かされるんじゃなくて全く初めての問題なんですよ。 で全く初めての問題なんだけども過去問なんですよねだから過去問は最高の予想問題集って言ったりしますよね、えー、聞いたことないかな過去問って最高の予想問題なんですよ卓研試験は過去問の焼き直しの問題が7割ですからねなので最高の予想問題集を、えー、素材に過去問の解き方を勉強するというところなので非常にこの講座はいいと思います非常に まあ教える側の立場から言いますとねその受講生さんにとってこれはいいだろうなっていうふうにまあ思ったりします。ただ初めて一度も一度も受験したことがない人があちこちの過去本に手を出す問題演習の幅を広げるというのはあまり得策ではありません。なのでそうですねあの再チャレンジのこの講座というのはですねなんとなくイメージしていただきたいのはですね 初めて受験される方が受ける講座というのは何とかして今年受かりたいですね。何とかして今年受かりたい。要は受かりたいっていうための講座ですよね。ところが再チャレンジの方はもう落ちることはできないじゃないですか。受かりたいんじゃないんですよ。落ちるわけにいかないです。そういうイメージですよね。なので、 再チャレンジ合格フルコースというのは落ちないための講座だと思っていただければいいと思います。え、ね、なんとか受かりたい、それはまああの言葉のあやでね、言葉の誤りで何が違うんだって言われると困るんですけども、イメー意識としてはそんな感じなんですよね。なんとかして落ち落ちずに今年は絶対落ちるわけにいかないそんな感じの講座になってきますね。えー、ぜひですね今年頑張って決着をつけていただければと思います。じゃまたえっ、ー、と講座でお会いしましょう。 2018年再チャレンジプラススーパー合格講座の全貌ということでお話をさせていただきました皆さんどうもお疲れ様でした。